銀肌科は、ワニトカゲギス目に所属する魚類の分類群の一つ。銀肌科ウキエソなど、中層、表栄製の深海魚を中心に7属20種が記載される。加盟の由来は、ギリシア語のホスト、エクサスから。銀肌科科の魚類はすべて海水魚で、大西洋、インド洋、太平洋など、世界中の深海に幅広く分布する。 海底から離れた中層を漂って生活する、氷栄性深海魚のグループで、その個体数は非常に多く、特に浮江ソ族の仲間は、横江ソか鬼肌家族と並んで、世界で最も数の多い脊椎動物の一群と考えられている。銀肌家類は、水深200から1000メートルの中深層を主な生息範囲とし、 昼間は200から400メートル付近に分布することが多い。ヤベウきエソなど一部の種は夜間に水深100メートル付近にまで浮上する日周延直移動を行うことが知られている。植生は肉食性で、カアシ類などの動物プランクトンを主に捕食する。銀裸かの仲間は横エソカ魚類と類似したやや細長い体型を持つ。ほとんどの種類は 全長10センチメートル前後の小型魚で、最大種でも全長30センチメートル程度である。近縁のワニトカゲギスカとは異なり、エラハは若菜、生魚ともによく発達し、腹部に連続的に並ぶ、発酵器は、それぞれが同感あるいは感群を有する。下顎の顎ひげを描く。背びれ及び尻びれは、それぞれ11から16本。 12から33本の難状で構成される。ヤーレラ属以外は油びれを持つ。上手上蛾骨は通常2つあり、4から7個の上舌骨の上に11から22本のエラ上骨を備える。銀裸カにはネルソンの体型において7属20種が認められている。本校ではフィッシュベスに記載される7属十四種についてリストする。 本家のアルファベット表記はかつて、フォトイクチーデーとされていたが、ネルソンにおいて、ホスイクチーデーに修正された。また、本家は、ガワ系統群である可能性が指摘されている。ウケソビンシュガリアアッテヌアタ。本族魚類の生物量は莫大であり、鬼カ族と共に、地球上で最多の個体数を持つ、脊椎動物と考えられている。ヤベウケソビンシュガリアニンバリア。 本種は、日周延直移動を行うことが知られ、夜間には、水深100メートル付近にまで浮上する、真珠エソ属の一種。卵円形の体型が、特徴ヤーレラ属の一種。体長33センチメートルに達する、本科魚類中の最大種。大西洋の水深500の700メートルにかけて、生息する。ありがとうございます。